ガチブタとマンシューザルのガチバン。ガチバン。ということで、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ガチマン東京遠征の第3話ということで、1話と2話の結果に関してはもうすでにね、僕のチャンネルとナイトのチャンネルで上がってるんですけども、はい、やっちゃったね。いい勉強になったかなと。そうだね、やっぱ調子乗るとこういうことになるっていうのが分かったってことで、だいぶちょっとお金を減らしちゃったんですけども、昨日のナイトチャンネルのエンディングでも触れてるんですけども、まあ、10万円ぐらいにしかなくなっちゃったんで、もうタクシーも安いもんだおい、金あるぞ。今日は初心に戻って、まあ、レース数も絞っていこうかなと。ここ最近クリア率が相当減ってきてると思うよ。ぶちかましをちょっと狙いすぎちゃったよね。神回を作ろう神回を作ろうってやっぱなりすぎちゃったかな。そうだね。だからちょっと今日は初心に戻って、シビアな時こそ本領を発揮する僕らの予想をお届けできればと思います。はい、今日の舞台は戸田なんで、電車で戸田に向かってパトン。マインドセットして勝つわ。マインドセットしてな。過去に3回かなけ、戸田に行ったんだけど、結構行ってるね。行って学んだことがあるんだよ、その3回で、うん、運がもう本当にこげるんよ。このオッチじゃ買えんっていうような、なんかそのセンターからの中央ナットみたいなの分かる、なんかあるね、あるあるだね。やっぱ多いからそういうのもしっかり取っていこうかなと、うん、なるほどな。じゃあ戸田の予想にマインドセットして、うん、今日は頑張っていきたいと思います。はいはい、じゃあ移動していきます。はい、お願いします。お願いします。池袋乗り換え200円2枚。ポートコースポートコース新た。今到着したんですけども、はい、どうやら蒲郡で僕らが旅打ちした時に一回お会いしたことがある視聴者さんが、埼玉でめちゃくちゃ有名なクソでかい唐揚げ弁当があるらしくて、うん、それをいただけるということで、そうなんや、弁当をいただこうかなと思います。銀行銀行どうも、なんかわざわざすみません。でかっ、閉まってないの見える、これ本当だ、やばいよ。何や、なんていう店と日本亭、日本亭っていうところの唐揚げ弁当、いただきます。すみません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、到着しました。誰もが通るこの橋、そして右側に今日の戦場と。さあ、これが戸田の名物の1マークでございます。どれだけ手前に振られてるかがこっから見れば超わかるよね。わかるよね。これがインが逃げない原因ですよ。もっと右にずらしてほしいけどね、俺的には。センターはそのまま行けんのに、インの選手は斜めに走んないとダメだから。きついよね。だからこれきついよ。旋回力ある選手じゃないときついね。うん。だから簡単に上を負けられてしまうというのが戸田競艇場でございます。それで俺はいつもやられてると。マインドセットした？した。OK。今確認したんですけど、弁当持ち込めるみたいなんで、マッチ、うん、このまま入ります。入場でお願いします。はい、ありがとうございます。最高の眺めでございます。何より戸田のいいところは無料でもこんなに席があるというところでございます。これすごくない？もうはみ出てるよ、この時点で。うわぁ、でかっ。これですよ、これでかっ。実着お願いします。でかっ、マジでやばいね、これうえぇ、うまいたまらん。これはうまい、最高っす。内藤には持ってこいだね。うん、うまこれ。やっぱ数々の唐揚げ弁当食ってきましたけど、うん、このサイズは見たことないわ。すごいよね。いただきます。はい、これはうまいよ。肉汁がジュワってくるんよ。肉汁やばっ。やばいよね、これは。うまい日本亭のデカからっすね。これリピートあるね、シーンは。いや、余裕であるね、うん、毎日頼んじゃうクラスだね、昼飯でねぜひ皆さん食ってみてください。これはね、おすすめだね。はい、はい、先ほど、唐揚げ弁当をいただいて間もなくしてサンドイッチをね、視聴者の方からいただいたんで、めっちゃ卵ギュギュなんだけど、これ大好きなんだね、卵。いっちゃっていい、これ。うん、うまこれ。一番、二番、三番、四番。卵たっぷり。五番。ありがとうございます。はい、今4レースが終わったところと。
内藤は今日の勝負候補が5と6と、うん、もう結構探したんだけど、いろいろとでもやっぱり5と6が一番いいなと。なるほど。こっちも一応ね、4コースからの角まくりか、角まくりからの展開についてっていうところを買おうかなと思ってる。なるほど。インニギア買わないと。買わない。なるほど。ちなみに俺はやっぱ初日ということもあるんで、前半のやっぱ2走目の選手を中心に狙いたいんで、やっぱ1走目のリプレイを見返してちょっと後半勝負でいくわ、うん、今日はシビアに。まあまあ前半で俺がしっかり稼ぐからね。うん、頼む。ということで、先ほど言った通り、このレースに関しては4コースの金田選手、まくり展開を当然狙うんですけども、うん、ここは俺はまくって外がついてくるけど、うちは絶対これ残ると思ってるんで、うん、実力的にも4、まず5、6の1、2。なるほど。はい、あとは、4、1、2の5、6。なるほど。折り返しね、はい、なんだよそれ。パターンはしっかり抑えた。どこ来ても大体 300% から 400% ぐらいは叩けるように資金配分してやったって感じ。まあ、正直穴狙いにしては破壊力とかインパクトに関しては微妙だと思うんだけど、いくら勝負、1万2000。ここはトップバッターとしてやっぱりしっかりお金を少しでも増やせるようにこれでいきます、はい、内藤のいつもの回収率は捨てますわ。分かりました、はい、広くいきます、はい、イン逃げたらしゃあない、諦めるわ。もちろんね、インの選手もイン逃げ着率80近くあるんだけど、うん、戸田はそんなん通用しないから。さあ、頼む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 行ってくれ頼む。ディいやー、行った行った行った、よし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 、彼だ行った彼だ、よし、いや、ここか、バッテリー出しちゃう。いや、頼む入ってくれ。うわー逃げたー、わかんない。いやー、なんとかならんか。41は何も41の変わるよ。41の変わる、あるけどまだ分からんな、ワンちゃん。頼む、なんで逃げんだこれで。悲しいだろ。いやー、一番負けだ。もうなんだこれは。逃げか、無理なんだけど。それはマインドセットしたら逃げ。いや、ワンチャンだな。4のがモーターできる。いや、6邪魔した。やめろよ、無理か。あと一周。いやー、インド選手やっぱしっかりスタートいったね。4は胴体からちょい伸びたけど、だけどなんかいやスローのスタートがバッチリやったな。まあまあ次も勝負やろ、はい、切り替えておこう。次も勝負。そうしましたら今回のレースも角まくり展開、4コース小林選手、うん、角まくり実績十分なんで、うん、直近として見ても 43%、うん、かなり高い選手ということで、もうここは角まくり展開を狙っていきます、はい、46の125ね、46125と、はい、あとはその折り返しね、これもう完全に6を軸信頼で。わかりました。うん、展示タイム見てもかなりやっぱ6良さげだったんで、うん、えなんか俺買い方間違ってる、ええ買い方間違ってる俺。事件した、え何やってんだよ。やっちまった。なんだこれ。なんだこれ。で、俺3コースの宇佐美選手が仕掛けた展開も買ったんだけど、違うバックシートを入れてる。まず負けただけで4、5、6、5、6ね、うん。これは一応2点だけ。で、本当は3、4、4、3の6。ここを2000円買ったつもりなんだけど、4、6、1、2、5さらに1000円買っちゃってる。まあいいか。事故なんだけど、3、4、4、3の6ね。とりあえず見ていくしかないよ、これ。フラグだったらやばいよ。3、4、4、3、6来たらマジ死亡。選手がもうスタート早かったから、3コース仕掛けの時はこれ買いたかったんです。小林行け、あ大丈夫だ、いや小林、いやーさんやばい、そんなただのそれやめて、やばいよ、3、4、3の6やめてくれ、待て待て、よしよしよし、よし4、6、4、6で、4、6で、4、6大本線ねえ、3、ねえ、ねえ3はやめてくれ、頼む本当にやめて、461やり合え、本当は1000円。
炸裂したわ。これ結構つくぞ。マジで。これマジでもうこれクリア確定だわ。多分クリア確定。よし。ちょっと待って、本当にやめて、本当にやめて、おいおいおい、いや、本当にやめてくれ、それはマジでやめろ、おい、本当にやめてくれ、さすがに、おい、頼む、本当に頼む、うわ、もっと、嘘でしょ、え、嘘、頼む、頼む、1で、わからん、本当に無理なんだそれは。ちょっと待ってよ、最悪なんやけど。こんなことある。ありえねえんだけど。ありえねえんだけど。なんかさ、感情が動きすぎてなんかよくわかんなくなってるんやけどさ、まず買い間違えたんやろ。で、4の加藤になぜか集めに行ったんやろ。集めに行ったんやろ。で、4の月が来たんやろ。来た。そしたら最後逆転されたんやろ。そんなことある。無理なんだけど、こんなんされたら。もう俺やだ。ガチやばくね。いや、461なら超ファインプレーやったのに。勘弁して。辛い俺。8レースの締め切り前なんですけども、はい、ちょっといろいろレースを見返した結果、10レースで僕勝負しようと思うんで、穴狙いするんで、はい、それでぶちかませばもう出てもいいかなと思うんですけど、もう絶対出たい、うん、だね、今すぐでも出たいみたいな。もしそこは無理だったら、まあ、最悪11、12でなんとかするっていうぐらい勢いで、とりあえず10から僕は勝負します。はい、はい、なんで10の展示から見ていきます。はい、お願いします。今から展示ね。ちなみにもう解明は決まってます。インの中穴も押さえるから今すごい迷ってて、うん、そこに関しては落ちる可能性があるから、ちょっとまたギリギリまでこれは調校したい。俺の敵打ってくれ。もう打つしかない。もうポキポキだ俺。第2レース3番ボディーフの使用方法11が破損のため、ボート36に変更いたしました。ボート破損。ボート36の連帯数は36。ちょっと待ってくんね。俺の本命なんだけど。そんな気にしないけど、ぶっちゃけちょっとこれ展示館見たいね。第2レースを3番口シーンの手は3番、かもなく不可もなくやな。はい、ちょっとまた購入したら発表します。はい、わかりました。では10レース購入しました。はい、ここ狙ったのは、まあ、展示でも言ったんですけども、うん、3号艇の森選手、オールマン州で全然売れてないんですけども、はい、3コースのスタートがめちゃくちゃ速い選手で、通算の平均スタートで見ても3コースはコンマ14あるんですよ、うん、で前回戸田に来た時は調べたら半分以上がトップスタートで、0台のスタートも4本ぐらいあったんですよ。なので前走も6コースからトップスタートだってことを考えれば、ここをトップスタートからまくり仕掛けあってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったので、このオッズなら迷わず勝負すると。ボート交換はちょっと不安だけども、オッズ的に買えなくないんで、これで勝負しました。314流し、314流し、314-1245に追加。やっぱ展示タイム出てる4不難しいと思うんで、3が攻めての4の差し43で、ちょっとイン逃げ怖いんで、うん、2点だけ抑えました。14の35。森選手3コース入った時に、うん、2コースの選手のデータがすごい悪かったので、うん、やっぱり攻められるっていうので2は潰れる可能性が高いと思うんで、うん、3が攻めての4の差して14で握る3と展開つく5がついてくるっていう感じで。なるほどなるほど。これだけ押さえました。はい、それでいきます。はい、もうここを取って決めるわ。もうこれで、いやマジ退出、マジ決めよう。退場。一応3号でもクリアでしょ。一応3号でもクリア。展示タイムをかけてさ、3のオッズどんどん上がってったんよ。え、これ20万回しとかあんの？あるある。本戦の前半は4着、3頭来て本戦の方来たら20万全然見える。やばいね、一気に回復しちゃうね。0台前半行け、マジで全速で、全速もう起こせ。小田は3年9ヶ月ぶりです。新入インコースからやってね。遅れてるやん。5番5本です。
あ、4のまくりだ。おい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 、おいおいおい、3残せ、3残れ。うわー、4号だ。なんでそこで遅れるかな。なんとかならんか、ワンチャン3体。いやー、外にいりすぎるな。ヤグモ残っちゃうわ、これ。4号だ。スタートばっかりか。スタートばっかりか。スタート力考えたら3の先仕掛けだと思ったんだよな。4番山の内、角まくり、一撃、2番手、5番の佐藤、6番楠原、3番手、ダッシュ勢、上位独占です。まあ、ちょっとあと11、12、2本でどうにかするしかなくなったんで、先頭4番山の内、5連。まあ、ちょっとライトと相談して勝負できるところで勝負します。はい、今締め切り5分前なんですけど、11レースのちょっと相談したんですけども、買い目が珍しく被ったので、お互い鬼絞りでここ勝負できるんじゃないかっていう風になったので、ただ、さっきずっと相談したのが、次のレースはインから買うにしても結構紐が絞りづらいっていうのがあるんですよ。で、このレースは6号手の福来選手の6コースの3着内率が 70% 超えてて、船足も良かったんです。前走俺は来ると思うんで、最初させて内藤もやっぱ福来軸は同意だよっていう風に言ってたので、相手本戦やっぱ広瀬選手、スタート早い広瀬選手の136、まくり出し入った時の316、あとはまあ126を抑えるかっていうので悩んでるんですけども、俺は1331の6、2点とかじゃないと勝負の時には微妙だと思う、じゃあそこに絞ろう。俺も126と136だったら136の方が本戦になるから、その2点でいこう。じゃあそれで投手を超えるギリギリで買おう。分かった、うん、136、5000、316、2000とか、結構もう時間ない。そうだね、まあ、それぐらいか。いい、間に合いました。取り寄せ間に合いました、危なかった。オッズが落ちてなければこれでも一応当たれば卒業できるな。オッズ落ちても大丈夫なはず、5000と2000なら。嘘、うん、絶対大丈夫なはず。投資だって全部で4万4000でしょ。うん、全然いけるはず。インさえ逃げてくれれば俺もう確定案件だと思った、うん、もう本当はあと心配要素はもうインが逃げてくれるかってのことだけ。戸田だからね、やっぱり。そうだな、恐ろしい水面だからね。スタートさえ揃ってくれればもう当たると思うんやけどな。外2人もスタート選手と同じです。5コースの1回マシンの5番谷本、6番福来、前半マクリナス勝利6コース。進入インコースから1番、2番、3番、4番、揃ったろ。5番、スタートいってる、これ大丈夫、やらかしてね、やってるよ、マジ。うわ、なあそれ、無理やろ。3番広瀬、2番手、5番谷本、3番手、6番、3番後輩と229点5連、先頭6番福田ゴール、3番広瀬ゴール、5番谷本ゴール。最初です。まずここまでの経緯を話すと、俺と内藤でめちゃくちゃ悩んだんですよ。まずイン逃げは信頼したんですよ、2人とも。金田選手のトーチの印象率の高さと船足の良さを見て、ここは信頼して、はい、モーター次にいいのが3号手の伊藤選手、うん、伊藤選手が握った時の1号はおもろいんじゃないかっていう意見は一致して、まずここは買ったことは内藤知ってるんですよ、うん、1号流し1号3人2000円。俺そっから先知らないのよ。そっから先内藤に俺託されたんですよ。まず13の256どれを買うかっていうのを悩んで、じゃまくり差しに伊藤選手が行った時に、13には沈むから、うん、じゃまくり差しに行った時にもうどっちも対応できる、135か136どっちを買うか真に委ねるっていう風に言われたんですよ、はい。まあ、残り1点だけ僕は買いました、はい、で、じゃないと見ないでよ、目つぶっといて。あえてじゃあ秘密にしてるか、うん、これで視聴3人だけ見せますね、はい、僕はこっち買いました、はい、オッケー、はい、じゃあ俺は知りませんのでこれガチで、はい、楽しいよこれ逆に。つさんくて俺本当にもう一個の方来たら俺本当に謝るわ。俺もどんな顔していいかわからんわ。よし、正常、よし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 、まずは第一段階。ちなみに一さんのその1点のとこは7000円入れてんだっけ。8000円、8000円か。来たらじゃあ結構でかいね。あとはエースモーターがどうするか。マジスタート行ってくれ、頼む頼むぞ。コース5番のマスター、そしてコース6番の杉山、いずれもマジ行け、全体発進です。
最終レース VP 選抜進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番よしよし、スタートいった、いったいった、トップスタート、これは余裕で逃げた、よしよしよし、あとは行こう、マスターマスター、よし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 、え、待って、4はダメ、1、4はダメ、なんとかしろ、差し返せ、なんとかしろ、やばい、なんとかしてくれ、なんで4、いや、なんとかしろ、3番、伊藤まで上がって4、無理か、2番の前回、6番、杉山の内を差し入ってきた、あ、来た、さらにその内側には5番の中、来い、最内には歌わずのコミスがいる、横にずらーっと飛ばしていきます、ね、センターコース5番の中、よし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 、やり返せ、差し返せ、2番手にインコースから先手、差し返してくれ、杉山に対して5番マスターの差し返しが届かず、2番手6番の杉山に再びマジかよ、広がります、一方こちらは初日2着2本の滑り出し、6番の杉山、マスターは初日3着2本の功績です、3番手165だよ、5番3連単は杉山足を過ぎるだろう、足を過ぎるわ、6番杉山より5番マスター、5人2番、156でよかったんね、なんであれ刺されんだよ、165になんのかあれ、いやーマジか、終わった、はい、ということで戸田公園駅に戻ってきたんで無料バスで、はい、今日はちょっとあの棒風呂のライブ配信があるので家に帰りたいと思います、はい、で明日また戸田に行きます、もうリベンジ絶対しよう、こちらもそう、はい、しかねえんだよ俺にはもう、頼むよ、いけいけいけ、絞れ絞れ、よし頼む、よしよしよし、4号艇逆転の勝利、よし来たよし、おら